今日のテーマは新しいことについてです。皆さんは普段新しいことをしていますか？毎日が同じことの繰り返しだと面白くありません。そして退屈になります。なので私はできる限り毎日新しいことをするようにしています。新しいことは小さなことで構いません。例えば私の場合は、昨日は今まで作ったことがない料理を作ってみました。鶏そぼろご飯という日本の料理です。これは私のお母さんがよく作ってくれていて、私も大好きでした。でも一人暮らしを始めてからは私は作ったことがありませんでした。なので昨日初めて作ってみました。とても美味しかったです。で、その前は今まで見たことのない YouTube を見てみるとか、今まで買ったことのないお菓子を買ってみるとか、本当に小さなことで構いません。例えば会社に行く人であれば通勤の道を変えてみるとかもいいかもしれません。こんな感じで毎日一つずつ新しいことをするようにしています。こうすると変化があって毎日を楽しく過ごせるような気がしています。そして朝起きた時は、今日はどんなことをしようかな、どんな楽しいことをしようかなと考えるようになるので、もっと楽しくなります。まだ旅行とかには行けませんが、こんな感じで毎日を少しずつ楽しく幸せにしていきたいなと思います。皆さんもぜひ今日から何か新しいことを始めてみてください。皆さんこんにちは。さくらチップスは日本語リスニングのポッドキャストです。 There is transcript in Japanese and English on my website。 それでは今日はこの辺で終わりにしようと思います。 If you want to help us continue to create podcasts like this, please consider making a small monthly contribution at sakuratips.com. You can get Japanese chat twice a month. Check the description box. じゃあ、またねー。